どうも皆さんこんにちは、飯田です。共通テスト1週間前ということで、中には共通テスト利用で行きたいとこ決定しちゃってる人もいるんじゃないかなという、1週間何をしたらいいのかについて解説していこうと思います。早速、科目別に進んでいきたいんですけれども、その前に、まずこの1週間何をしてくださいっていうのがあります。早寝、早起きです。別に僕は朝の方が勉強の効率がいいんだよとかいう根拠のないことを言うつもりはございません。ただ本番が朝からなんです。朝からだからそれに合わせてください。一週間ぐらいそのタイムスケジュールに合わせて体調を整えていくっていうことが重要なので、皆さんやってください。もう一つ、自分に合った睡眠の量をとってください。これは重要です。なんか直前だから3時間睡眠で勉強するぞ、睡眠大切だから15時間寝るぞ、やっちゃうとね、体調崩しちゃうんですよ。寝すぎも寝なすぎも良くないんで、体調第一にしてください。3つ目、最後です。栄養のあるものを食べて体調管理してください。本番で体調崩して大丈夫な人はいません。インフルにかかっても受かる合格力を、鉄力界のコピーがありますけれども、インフルにかかった鉄力界のやつは落ちました。だから多分皆さんもインフルにかかったり風邪にかかったりしたら悪い結果になってしまいます。なので体調管理に気をつけてくださいということで、早速科目別やっていきましょう。私が代表を務めております講師が東大生オンリーの個別指導塾トンリーでは、中学、高校、大学受験はもちろんのこと、小学校、中学校、高校の授業、予備校のフォローアップも受けたまっております。詳しくは概要欄、コメント欄からご確認ください。まず、ほとんどの皆さんに関係あると思う英語、やってほしいことは、単語、語法、イディオム、この3つです。もちろん、演習も大切なんですけれども、まずこの3つの復習をしてください。やはり、共通テスト英語、何が一番の敵か、時間なんです。時間が一番の敵。共通テストの英語はだいたい問題文も合わせて6000語ぐらいになるって言われてます。そして高校生の平均的な読む速度、1分間に約100語と言われています。単純計算で60分かかってしまいます。共通テストの英語は80分、そのうちの60分が読む時間に当てられる。しかも表もあるし、グラフもあるし、考えないといけないし、そして本文に戻って見返さないといけない。これを80分でやるんです。こんなのは正気の沙汰ではありません。なんでこんなに時間について力説してるかというと、単語、語法、イディオムで詰まったら終わりだからです。3つのうちのどれかでもわからないと文章の途中で詰まります。詰まっても前後の文から考えることはできるんですけど、考えて推測している時間がないんです。そして気をつけてもらいたいのが単語。日本語と英語は1対1では対応してないんですね。英語の単語に複数の日本語の意味がある。多義語についてもしっかりと覚えておいてください。多義語でミスをしちゃうと、頭の中で勝手に教えてる意味で取っちゃって、後から訳がわからなくなって、取り返しのつかない時間ロスをしてしまうことになります。これだけは気をつけてください。次に国語、現代文でやってほしいのはテーマ別の理解、そして古文でやってほしいのは古文単語の確認、漢文でやってほしいのは漢字の意味の確認、そして句型の確認、これです。まず現代文のテーマ別の理解、これは評論に関しての話なんですけれども、こういう話題が来るなっていう話題が20個ぐらいあるじゃないですか、現代文って。そこの筆者が大体どういう主張をするかっていうのをあらかじめ知っておけたら簡単に文章を読めますよね。そうなんです。国語でも早く文章を読むことが高得点の秘訣なんです。一回でも解いたことある人はわかると思います。国語は時間がないです。言、語だけで受ける人で、漢文まで含めた時間で解いていいよっていう人、こういう人は大丈夫です。時間はあります。それ以外の皆さんは、本当に急いでください。テーマ別の理解をして、筆者の主張を先に知っておくことで、早く文章を読みましょう。そして英語でもお話ししたのと同じ理由で、古文も単語を覚えてください。古文単語は覚えないといけないものの多くが多義語になってますよね。それもしっかり覚えてください。似ている単語、これにも気をつけてください。間違えて読み飛ばしてしまうと大変なことになります。漢文、漢字です。こんなね、漢文で覚えないといけない漢字なんて200個ぐらいしかないの。200個覚えるだけで点数がもらえるんだよ。こんなに優しい話はない。本当に簡単な得点源です。漢字はしっかり覚えてください。2つ目、句型。句型はもう覚えてないと話にならない。だけど句型と漢字さえ覚えてれば漢文は完璧に解けちゃうわけですよ。一番お得なのでここは復習してください。そして数学、数学は何と言ってもデータ分野の暗記ですね。皆さんおろそかにしすぎ。
データ分野は一番簡単。共通テスト数学の中でもう何よりも簡単なのがデータの分析です。本当に公式を暗記してそのまま書けば答えになります。そしてポチポチ数えれば点数になります。だけどあそこで点を落とす人が多い。なぜか。それは公式を覚えていなかったり焦って公式が吹っ飛ぶから。焦っても出てくるように公式を頭に叩き込んでおく。これが大切です。で、それ以外の必要になる公式、チェバ・メネラウスとかも絶対に出てくるじゃないですか。図形を選択する場合は、そうじゃない場合もユーグリッドだったりっていう解き方、こういうのをしっかり暗記しといてください。いや、暗記してるとは思うんですけれども、絶対に忘れないように確実なものにしておいてください。これが第一ステップ。その後、演習に移ってください。やっぱり共通テストの数学、また時間が足りないんですよ。時間と正確性、この二つが共通テストの鍵となりますので、演習の方も抜かりなく頑張ってください。数学の簿記、これは勘定科目を確認して、その後に演習をしてください。それ以上言うことはありません。そして、英国数、すべてに言えることなんですけど、毎日演習をしてください。毎日、時間がないと思うんですけれども、演習を毎日してください。一週間なんで、ゲームの時間とか、YouTube 見る時間とかある程度削ってもいいと思うんですよね。だってあと1週間なんだもん。1週間で人生変わるんだよ。というのも演習をしないとどんどん実力が下がっていっちゃうんですね、取れる点数が。だけど逆に演習することによって勘が研ぎ澄まされていく科目ではあるんですよ、英国数っていう。一見ね、こう暗記科目じゃないから直前勉強しても意味ないんじゃないかって思っちゃうかもしれないけど、本当に直前のコンディション次第で国語1問当たるかもしれないんですよ。国語1問当たったら8点9点飛んできたりしますからね。ここ皆さん気をつけてください。ということで次、社会行こうと思います。時間がある人と時間がない人、これによって分けられます。時間がある人っていうのは他にやることがない人で、時間がない人っていうのは国公立志望だったりして他の科目にも時間使わないといけない人、これに分けられるんですけれども、ただ時間がない人の中でも本当に効率よく勉強できる人は時間がある人と同じ勉強法をしてください。時間がある人の勉強法はしっかりと一周すること、範囲をもう一周することです。演習をやった後に弱点を見つけて弱点を重点的に学ぶもののちゃんと一周する。それによって知識の抜けをなくしていくっていった作業ですね。一周した中で、あ、やっぱりここ覚えてなかったなっていうところを丸つけて、そこだけまた復習するみたいなこともやっていけると点数の向上が見られると思います。そして時間がない人、時間がない人はしょうがないです。演習をして自分が苦手だなって思ってるところも多分あると思うんで、その2箇所についてしっかりと勉強をする。これだけでもだいぶ点数には差が出てくると思います。そして地理、4センチの鉛筆を持って行ってください。できれば8センチの鉛筆も用意してください。なぜか、それは4センチの鉛筆というのは25000分の1縮尺でちょうど1キロを示すからです。5万分の1の縮尺の地図であればその2倍になります。地図問題が出た時に鉛筆を当てて大体の距離を測ってあげる、これができると自信につながって確実に3点か4点を取ることができます。そしてデータの復習です。米の生産量1位から6位ぐらいまでどこだっけな、小麦はどこだっけな、鉄鉱石が出るのは、石炭が出るのは、原油が出るのはどこだっけな、こういったことをしっかりと復習しておく、これは結構大切です。これちょっとずるいんですけれども、雨温図出るとこ大体決まってます。欠片の気候区分込みでその雨温図を覚えちゃうと大体点が取れます。そして日本史と世界史、これは時代の流れを覚えてください。共通テストに変わってからただの暗記じゃなくなったんですね。流れを覚えないと取れないような問題が出てきた、並べ替え問題が出てくるんですね。これは流れが分かっていれば解けるようになってる並べ替え問題なんですけれども、流れを理解していなかったらこんな3年しか違わないのになんで暗記してないといけないんだよっていうような状態になってしまいます。なので流れを確認することはやってください。次、理科です。物理に関してはもう演習してください。大体この時間から復習できることは公式を見直すことぐらいだと思います。ただもう公式は覚えてないとお話にならない、問題数も少ないので、これといった裏技を使う必要もないし、しっかりと演習をして間違いのないように見直しもできるようにしていってくれたら点が取れるんではないかなというふうに思います。科学は用語の定義とかをしっかり覚えておくこと、こう覚えておかないと細かいところを疲れて落としちゃうんです。用語の定義で落とすのってすごいもったいないじゃないですか。だって覚えとけば書けたもんなんですもん。これはもったいないから覚えておいてください。その後は演習を回していただければいいと思います。そして生物科学、
これは演習をして抜けている知識の部分を補填するっていう、社会の時間がない人と同じようなやり方をしてもらえれば点数が伸びていくと思います。理科基礎に関してはここで詰めなかったら、詰めれなかったら終わりよ。勉強向いてない。あれはセンター試験の中で一番簡単な科目だから頑張ってください。参考書を解くだけで、多分手元に参考書一冊あるでしょ、それ解くだけで十分範囲は網羅できます。なのでそれの演習を積んでください。これは本当に簡単に8割取れる科目なので、絶対に落とさないようにここで点数を稼いでください。そして応援する人は絶対に焦らせちゃいけない。今勉強しなくていいのとか言って聞いちゃいけない。何点は取らないとやばいことになるよねみたいな圧をかけちゃいけない。そしてこれが一番大切です。1日目終わった時に出来を聞かない。大体人間っていうのはね、不安に感じるもんなんですよ。わかんないことに対して、特に自分の人生がかかってる大きいイベントに関して、受かってるか受かってないかもわかんない、点数取れたか取れてないかもわかんないっていうような状態で出来は聞いちゃいけない。マーク明らかに2にしたって思ってても、やべえ3にしたかもってみんな感じるんだから、出来なんか聞いたら実際の点数より悪く言うに決まってます。聞いてあげないでください。そして、最後に保護者の皆様、どんなに遅くても24時までにはお子さんを寝かしつけるようにご協力よろしくお願いいたします。ということで、共通テスト対策科目別にお話ししていきましたが、8割以上取れないとやばいぞやばいぞっていうことでね、もう1週間しかないからね、絶対に8割取れるように頑張ってください。1日目終わったらしっかり皆さん自分の点数をここに書きに来るように言ってください。それではじゃあね。講師が東大生オンリーの家庭教師。